やまん。あれよ。今日何するんですか。知らん。あー、鉄棒。鉄棒やるよ、鉄棒。何すると？鉄棒。鉄棒すると？あ、じゃあ、運動は好きですか。はい。どんなところが好きですか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気いっぱいの子どもたちが集まる南島原市のコミュニティスポーツクラブチームひまわり。ここでごましよ。背中つまようによ背中。体を動かす遊びを通して運動能力の発達と基礎体力の向上を目指します。あと5秒、5、4、3、2、1。はい、引き分け。どっちも勝ち。どっちも強かった、どっちも強かった。年中さんと年長さんが練習する体遊び。動物になりきって体幹を鍛えます。まずはワニ。ねえ、頑張って、頑張って。もうカメラ用にせんでよかけん、今日は。このまま手の力で。よーし、頑張れ。もう半分。泳ぎよるみたい。そしてこの日みんなが特訓したのは鉄棒。逆上がりの練習です。みんなで楽しく仲良く頑張ります。オッケー。ぐる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 。もう何回回ったのかな。何回回った。難しいところとかが楽しかった。涙が出ても。お茶を飲んだらすぐに列に戻ります。こっちだ。あれね。もう流星ちょっとごめん、見とって。ゆうせい、こうしてさ、おへそは見ながら自分のおへそ見て。そう、オッケー。ずっと話せる。ここに押し付ける。なんで泣いた。ケイゴくんの頭に、ここ、鼻に当たった。痛かった。でも元気になったね。鉄棒、どんなところが楽しかった。回るとこ。回るとこ、回れた。回れた。ここからこうやって足を乗っけてぐるっと回るところ楽しかったです。一番好きな食べ物なんですか。卵。なんで卵。卵は味ないけ。味ないけ好きと。うん。なんで。味あるけ。どっち。好きな食べ物2位は。2位はめっちゃきナポリタン。ナポリタンが好き。うん、分かった分かった、ありがとう。バイバイ。バイバイ。もう見たか。おじいちゃんも乗ってるぞ。そして別の場所では。僕たち、私たちは元気に明るく練習しています。小学1年生から6年生まで16人が練習に励むバスケットボール教室。じゃあ見とってよ。いい？行くよ。よしよしよ。バンバンよーい。バンバンよーい。バンバンよーい。こちらも元気いっぱい。準備運動はドリブル鬼ごっこ。ドリブルしながらビブスを着た鬼から逃げます。鬼ももちろんドリブルで追いかけます。男女に分かれシュート練習と実践練習を交互に行います。シュートが決まって嬉しいところ。シュートが入った時に気持ちいいのが好きです。やっぱり大人になった時にこの怪我しにくい体だったりとか、ちっちゃい時からこうやっていろんな動きを体験しておくのはすごく将来とってもいいかなと思ってます。チームひまわりではこのほか
ヨガ教室や陸上教室など様々な教室を開いています。詳しくはホームページを検索するか、ご覧の電話番号にお問い合わせください。ありがとうございました。ありがとうございました。